今回紹介するのは、発達障害の子のためのすごい道具。使ってみたらできるが増えた。という本です。息子のできた。時の顔を思い浮かべながら読みました。やりたがるけれど失敗するからやらせたくない。この道具はまだ危なそうだから使わせたくない。こう考えることの多かった私は、 こちらの本を読んで心が軽くなりました。できないことは適切な道具を使うことで解決できるなるほどここに載っているすごい道具を使うことで子どものできることがぐんと増えそうです専門家の視点でしっかりと選ばれている点、使う際のポイントや道具からのステップアップの仕方がわかりやすく記載されている点も良かったです 写真やイラストがあちらこちらに使われているのでとにかくわかりやすいです。祖父母もへいとうなずきながら読んでいました。以上、興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。